気に障らないといいんですが、チェイスに後をつけさせました。彼女はあなたがニュークリアスに入って出るところを見たと言っています。それで私のメモリーバンクには何が？島の争いを平和的に解決できそうですか？記憶に導かれて墓地まで行ったわ。島を操るためにあなたはキャプテン・アベリーを殺して人造人間と入れ替えた。まさか。そんなはずは。見つけたものを見せてください。確かに私です。ファーハーバー出身の女性を殺し身代わりを置いた。人造人間の人格を剥ぎ取ってエージェントにしたのです。なぜそんなことを？ファーハーバーには平穏が必要でした。穏やかな声が、博愛とはこうあるべきという模範が、お互い平等に生きられるという模範が必要だったのです。だが血塗られた記憶を持って暮らすことは不可能だった。私のせいで人と人造人間が死んだのだから。現実的に行きましょう。これからどうするの？その通りです。目の前のことに集中しなければ。お前はそれを正義と呼ぶのか？俺ならそうは呼ばない。状況がより鮮明に分かってきました。この秘密はファーハーバーに伏せる必要があります。私の仕業だと彼らが知ったら、犠牲は一人にとどまることはありません。アカディアがやられます。そして私たちがいなくなれば、霧コンデンサーはいずれ壊れてしまう。皆死ぬことになります。考えがあります。まだ平和を取り戻す方法はある。ですが私が人間を人造人間と取り替えたことは伏せなければなりません。それで全て一人でやったの？アカディアの他の者は誰も関わっていない？私の行為は皆の理想に反するもの。己の記憶さえも封印しました。だからそう、他には誰も関与していません。ディーマン、秘密は守るわ。ありがとう。もしかしたら罪の意識で集中できるかもしれません。前は無駄だったようだがな。これを提案するのは恐ろしいことですが、あなたが取り戻した記憶のおかげで別の選択肢ができました。私たちの介入によってファーハーバーがより安定するのなら、もう一度同じ方法がチルドレン・オブ・アトムに効くかもしれません。テクタス上級調剤司祭をすげ替えてファーハーバーに許しを与え、朝廷に導くことができるかもしれません。他に解決方法があるはずよ。私が知りうる限りありません。上級調剤司祭の権力は絶対です。チルドレン・オブ・アトムは平和の必要性を感じないでしょう。彼が考えを改めなければ。分かった。計画を話して。お互い苦渋の決断ですが、これが唯一の選択肢でしょう。あなたは上級調剤司祭に近づけるので、それを利用し彼を人目につかない場所へおびき出してもらいます。入り江の古ぼけた司令センター内に誰にも見つからず彼を殺して死体を隠せる場所があるはずです。始末したら戻ってきてください。代わりの者が配置について指揮を取ります。上級調剤司祭を殺す必要は？彼を殺すのが最も確実な方法といえます。ですがテクタスを永遠に失脚させられればどのような方法でも構わないでしょう。代わりの者がそう言うからという理由だけでチルドレンは身を引くかしら？異議を唱える者はいると思いますが、反対すればどうなるかチルドレンは見てきましたからね。代替者はその恐怖を利用して大義を果たします。すり替えても人々が気づかないようにできる？そうです。人造人間が失ったものを取り戻すとは、記憶消去や顔の再構成技術に
より詳しくなる必要があったということです。テクタスのことは潜水艦基地に住んでいた頃によく知っていました。それを代替者の新たな記憶の土台にします。あなたは本物のテクタスに会う必要があります。私が融資の準備をする間に。分かったわ、そうしましょう。どうやって彼を一人にするの？テクタスは前任者のマーティンに自分の権限を奪われないかと恐れています。マーティンはほぼ間違いなく死んだにもかかわらず、しかしどうにかしてマーティンの帰還が差し迫っているという証拠を見つけられれば、テクタスは詳細を聞きたがるでしょう。プライベートで私たちがやるべきはマーティンの反乱をでっち上げること。そのためには素材がいる。マーティンは我々の会話をたくさん録音していました。ニュークリアスにあったものは確かに壊されてしまいましたが、ずいぶん前にマーティンが家族と離れなければならなかった時、彼用にちょっとした隠れ家を私が建てました。現地へ行って残されたテープを回収してください。私は代替者を用意します。そしてこれを持っていてください。力になってくれたお礼です。ディーマ、マーティンの隠れ家から何か役に立つものが見つかることを願います。さて、ご用件は？先を急ぐことにするわ。そうですか。ディーマ、何か用ですか？先を急ぐことにするわ。そうですか。
は聞きました。彼らがあなたの宣教師を殺したなんて信じられません。いいわ。ことです。ブラザー・アンドリュース、良き魂。失敗は私のせいだ。他の者も彼に従おうと考えているのですか。そんな意見は笑い飛ばしたが、今となってはアンドリューは多くに愛された。彼らには最悪の結果をもたらした。怒り、憎しみ、テクタスだけなら耐えられたのだが。驚いたと言わずにはいられない。あなたと追従者たちはもっと断固として潜水艦の発射キーを手に入れようとしていると思っていました。お前をがっかりさせていなければいいが、その家主を怒らせたくはないんでね。私は生き残れると信じてます。怖くないと言ったら私は気が触れているのだろう。だが我々はここに家を作った。怖くないと言ったら私は気が触れているのだろう。だが我々はここに家を作った。友人を、家族を、自分の居場所を。そう、従者たちはもっと断固として潜水艦の発射キーを手に入れようとしていると思っていました。お前をがっかりさせていなければいいが、その家主を怒らせたくはないんでね。私は生き残れると信じてます。ですが私は誤解しているのでしょうか。あなたの神は核爆発で死ぬことを求めていないのですか。だからニュークリアスを占拠したのではありませんか。取引じゃないんだ、ディーマ。アトム様は我々に何も求めていない。我々にもっと素晴らしいものになる機会を与えてくれたんだ。我々の弱く死すべき骨組みを分かち、何百万もの新しい世界に命をもたらすために。我々はただ神の光の示す機会を受け入れるんだ。そこからどういうことになろうとも。もし発射キーを見つけても使用しないと。それはわからない。怖いのですか。怖くないと言ったら私は気が触れているのだろう。だが我々はここに家を作った。友人を、家族を、自分の居場所を。その通り。ニュークリアスは最も真実に満ちた命令による祝福だ。そのような贈り物を手放すのは難しい。たとえそれが他の人のためだとしても。しかし鍵は失われた。だからアトム様がそれを戻されるまで、お前は我々と共にここに閉じ込められる。私は生き残ると信じています。ね、やってみよう。ディーマ、マーティンの隠れ家でテープを回収したわ。素晴らしい。見たところどうやら。聞かせてください。また声が聞けるとは。ああ、これはなかなか難しいですね。どれ、古い友人の言葉を改ざんするのは気が引けますが、マーティンなら理解してくれるでしょう。
このテープがあれば上級調剤司祭は興味をそそられてあなたを指令センターに入れるでしょうが、テクタスは非常に用心深い人です。近づく前に彼の信用を得られれば計画はより順調に進むはず。その後残された体を処理してください。古いメンテナンスシャフトは全くと言っていいほど管理されていませんでした。そこでうまく処理できるでしょう。それが終わったらここに戻ってきてください。代替者を送り込みます。では始める準備はいいですか？準備ができたわ。それならもう待たせはしない。テープです。島の命運は私たちの肩にかかっています。アカディアで暮らしたいなら歓迎しますよ。ああ、ありがたいが、ダイヤモンドシティに家がある。ですが人間に囲まれてでしょう。ここなら同胞と暮らせますよ。がっかりさせて悪いが、俺にとっての同類は知り合いのことだ。信用してる連中のことだ。ねえディーマ、チルドレン・オブ・アトムは献身的な人物を重視します。うん、先を急ぐことにするわ。そうですか。みんなこの辺の放射性物質を大量に吸い込んでるぞ。上級調剤司祭の言葉はアトムのものよ。覚えておきなさい。失礼、上級調剤司祭。ごきげんよう。君は今やここの模範となる人物だ。新人とファミリーに心から忠誠を誓っている。それで何かできることはあるか？ホロテープを手に入れた。マーディン調剤司祭は復権を狙っているようね。計画を練る必要があるけど、ここではダメね。指令センターのトンネルなら他の信者たちに聞かれることもないわ。マーディン、まさか。再生してくれ。臆病者の声を聞きたい。聞きなさい。テクタスの時間は終わった。まあ、ユークリアスは新しい時代の準備をしなければならない。私の時代だ。信じられない。生きてたとは。他のチルドレンにも悟られてはならない。司令センターと言ったか。誰の邪魔も入らないと保証しよう。
見せろ。おい、いるのか。さて、どこかな。うん、本当に誰にもつけられてない。心配する必要はない。ここならマーティンの耳に入らない。さあ、何を教えてくれるんだ。なぜマーティンをそこまで恐れるの。私が恐れている。いや違うな、マーティン、恐ろしいのは奴だ。バハーバーに立ち向かわず島のために戦おう。こっちに引っ張れないものは投げてくれ。大変な出来事だったのですね。ですが、これでまた島に平和が訪れると思うと喜ばしい限りです。アトムの経営はこの件について非常に明確に話した。幻影の支配下にあった私をかくまってくれたことにもう一度お礼を言わなくてはならない。気にしないでください。好きなだけここにいてくれて構いません。ディーマ、君は本当に親切だな。私は外の空気を少し吸いたい。ディーマ、我々の特別な性質を考えたことがありますか。自由意志を持つ人造人間といってもその正体を隠すことはできません。知らせは聞きましたか。上級調剤司祭は幻影を見ました。怪しげな顔。アトムは和平を求めています。時々硬いものを投げつけられるとは終わったと判断していいのでしょうか。その通り、島はついに平和に。そういうことですね。ディーマが羨ましく思えてきた。こんな状況になれば俺も記憶を消したい。島にようやく平和が訪れる。私たちのしたことは心の重荷になるでしょう。しかしこれでニュークリアス、ファーハーバー、アカディアが皆繁栄するのです。手を取り合いながら。正しいことだったわ。やらざるを得ませんでした。明るい未来を祈るのです。私たちの行動は未来が評価します。ここからは私に任せてください。チルドレン・オブ・アトムとファーハーバーの会談を設定します。私たちの指導のもと共生共栄を知ることになるでしょう。チルドレンは放射能を浴びた砦で喜びに浸り、ハーバーマンは霧に奪われたものを取り戻すことになる。そして私の民は穏やかに暮らせます。ではあなたの苦労に報いる報酬です。それとニュークリアスに行った方がいいでしょう。上級調剤司祭が話したがっているようですから。それともちろんですが、あなたがアカディアに来てくれたらいつでも歓迎します。なんといっても全てあなたのおかげですからね。